やっほー、澤出でーす。始まりの挨拶欲しいんだけど、やっほーだと、ちょっとポーさんさんと被っちゃうからどうしよう。やっほーはやばいな。挨拶募集中です。前回の個人チャンネル1本目の動画からだいぶ時が経っちゃったんですけれども、今日は記念すべき2本目でーす。あのね、私がみんなにコメントください、高評価をしてくださいって言ったらね、もうみんな素直にコメントとか高評価押してくれちゃって、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。ということで、今日は推しの担当カラーが紫の人必見、紫コーデ紹介をしたいと思います。この動画を見てくれてる子たちの中にも、あんたが紫色のことを推してるのは知ってるよっていう子も何人かもすでにいると思うんですけど、私はいろんなオタクをやってるんですけれども、アイドルも好きで、私が推してるこの担当カラーが紫なんですね。っていうのもあるし、パラスティカのチャンネルカラーも紫だし、もともと紫色が好きだったんですよ。洋服とかも選ぶときに割と自然に紫を手に取ってたりすることがあって、結構お家には紫色の服がたくさんあるんですけど、まあ、現場に着ていくもよしだし、普通の日常生活とか遊びの時に着ていけるような自然なコーデを紹介していくので、私の推しは紫色じゃねえよっていう子でも見ていただけると嬉しいです。じゃあ早速やっていきます。じゃあ1コーデ目でーす。下半身に紫色を持ってきました。紫色にちょっと抵抗があるよっていう子でも、下だったらちょっと着やすいんじゃないかなって思うんですけど、上も結構つるっとした素材のシャツで、下のパンツもね、ここがゴムになってて、でここはクシュッとしたデザインになってるので、舞台とかにも着ていけちゃいそうなくらい結構上品な感じで仕上げてみました。で、これ何が可愛いってこのシャツなんですけど、これ GU なんだけどね、めちゃくちゃ可愛くない？これ私本当にこういう形のシャツをずっとずっと探し求めてて、やっと出会いました。 GU さんありがとうございます。何が可愛いかっていうと、このお袖なんですよ。お袖、このね、ワキワキのところはちょっとダルーンって感じ、余裕持っているんだけど、手首のところがキュッと締まってて、このバルーンみたいな感じ、伝わる？この可愛さわかる？大抵こういうシャツってなんかここの肩もね、こうボンってなってるのね。で、私水泳10年やってたから結構肩角張りマンなんだけど、私みたいな人が着ても肩が全然目立たないデザインになってるから、めちゃくちゃおすすめです。で、ちょっとのっぺらして寂しいかなって思ったんで、こういうスカーフをね巻いてもいいと思うんですよ。腰に、ここに腰に巻くだけで全然印象が違うと思う。ほら、かわいい、かわいい。スカーフ何気いろいろ持ってるんだけど、全部古着屋さんで買いました。古着屋さんはね、私の大好きな花柄がめっちゃくちゃ多いんすよ。この着合わせもかわいいんだけど。はい、2コーデ目でーす。どうでしょうか。今度は上に紫を入れてみました。で、このトレーナーは GU なんですけど、中が裏起毛になっててめっちゃあったかいです。でね、私が大好きな、皆さんがよく言う首詰まりです。首詰まりシャツで、私顔がすごい地味なので、服に模様がなかったりとかイラストが入ってないとずっとのっぺりしちゃう印象になっちゃうから、ファンの方にいただいたブローチをつけてみました。で、下のスカートなんですけど、これグラミチのスカートで結構長丈、よいしょ、このこれぐらい、もう足首のところまであるくらい、ごめんなさいね、また靴下が。スカートがコーデュロイ素材なので、上のキャップもコーデュロイで揃えてみました。さっきは切り目だったけど、これは女の子カジュアルって感じで、かわいい、かわいい。上出来。はい、最後はこちらのシャカシャカです。マジでかわいい。いや、もう私ほんとシャカシャカ愛好家なんですよ。分かってくる人分かってくれると思うんだけどさ、紫君もさ、シャカシャカ好きじゃね？これ本人が着てそうじゃないっていうレベルのなんか感じなんだけど、これがマジで可愛い。どこで買ったと思いますか？ VO です。でもみんなにちょっとシャカシャカを一旦見せていい？
話脱線したんだけど、最後は上に紫を持ってきました。白と緑も入ってるから紫ですっていう感じはしないから着やすいんじゃないかな。下は私はコーデュロイのパンツ合わせてみました。ちょっとボーイッシュに着こなすためにバケハをかぶってます。これ締めても可愛いっていうね。あー可愛い、これ可愛いよ。ありがとうございます、みごさん。ということでね、紫色を使ったコーデを3パターン紹介してみたんですけど、みんな気に入ってくれたコーデはあったでしょうか？女の子っぽいものからボーイッシュなものまで結構幅広く紹介できたと思うんで、真似できるものがあったらぜひ真似してみてください。この推しカラーコーデ、好評だったら他の色もやりたいなって思ってるんだけど、次ちょっと何色がいいか迷ってるんで、上にアンケート出しておくんで、よかったら回答してください。ということで、紫最高！私も推しが紫だよっていう子は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイビー。これなんだろう、これ。これなんだろう。スクショすればみんな自由にこの手のひらの上に何かを乗せられるっていうやつ。